魂と死、魂と死はどこに宿るというのをね、今日やってみたいと思います。心臓に魂、それからおへその下、指3本と言われてますかね、腸のあたりですから、その奥になりますね。それが死が宿るところです。心臓のね、移植をすると、移植された、心臓の持ち主の好みが、もらった側に移ると言います、これは周波数を合わせるためなんじゃないかと僕は思ってるんですが、これはね、動物の間でもそれがあるようで、私たちよりも高い周波数を持った人々や神のような存在、それはまあ経験によるレベルアップができないんですよね。ですから人や動物の体を借りて体験することを喜ぶそうです。そこで使われるのが、イルカと言われています。まあ、クジラもあるのかな。でも主にその中でも進化したイルカを使っていると思われます。イルカは地球での何 の, あの手も借りずにね、すくすくとイルカに進化した地球由来の動物です。ですがその周波数は高くて、使うコミュニケーション能力も高次元の生物と交信しやすいようで、古代からイルカの体を借りて、特に、3層の、3つ重なった3層ですね。3層の文明が重なり合っているというシリウス、特にその最上の文明と言われている、ところからの来訪者が、仮住まいする動物としているそうです。これはクジラも含みますけど、でもまあほぼイルカですね。ですからこれを殺すと叫び嘆く人々の中には、シリウス人もイルカ、あるいはただのバカということになります。海は、コミュニケーションするのにとても都合が良いと言われています。水もそうですよね。これを見ても、まあ、この世は、経験するためにあるのだということがわかります。つまりステータスを上げるには、地球のような物質文明は必要なことであり、私たちも魂の死、つまり欲しいという気持ちを望んで生まれてきてるんです。今日はこれで終わりにしたいと思います。